スキーマとはデータベースの構造でありデータベース管理システムでサポートされている形式言語で記述される。関係データベースではスキーマは関係と関係内の属性属性や関係の関連の定義である。スキーマは一般にデータ辞書に格納される。スキーマはテキストによるデータベース言語のデータ定義言語で定義されるがグラフィカルに データベース構造を表したものをスキーマと呼ぶことも多い。用途によって属性をカスタマイズして作られる。例えば一つの実体に AE までの属性が定義されていて、スキーマ1には A、C、E の属性を定義、スキーマ2には B、D、E を定義し、2種類のデータベースで運用しているようなことも実現できる。3層スキーマにはいくつかタイプがある。 例えば概念論理物理の3つに分けるものや、外部概念内部の3つに分けるものがある。概念スキーマ概念スキーマとは、データベースに必要な情報をデータモデルによって抽象化し、その抽象化した概念と概念間の関係を定義した記述である。対象となる組織の意味論を説明し、その性質について一連の論理的表明を表す。特に組織の優位なものと、 それに付随する情報、特性、それらのものの間の関連を説明する。組織の意味論を表すものであって、データベース設計ではないため、その抽象レベルは様々である。アンシーの3層、スキーマアーキテクチャでは、各利用者独自の観点を反映した概念スキーマを外部スキーマと呼ぶ。逆にそれらを集約したものが、概念スキーマであるとされる。 データモデルは、隔離用者の観点では、固定的であり、それだけでは柔軟性に欠ける傾向がある。その個人の世界観が変われば、モデルも変更を余儀なくされる。概念スキーマはより抽象的で、本質的である。概念スキーマには、オブジェクト指向で有形症に相当するものもある。ある実体クラスのインスタンスの集合は、適当な回の実体クラスに分類できる。 したがって、ある回の実体クラスのインスタンスは、上位の実体クラスのインスタンスでもある。上位の実体クラスのインスタンスは、何らかの回の実体クラスのインスタンスでもある。基本型、派生型関係は、排他的関係の場合もある。方法論的に、ある基本型のインスタンスがどれか一つの派生型のインスタンスでなければならない場合もある。 同様に網羅的関係の場合もある。網羅的な場合、ある基本型のインスタンスは、必ず、何らかの派生型のインスタンスでなければならない。論理スキーマ論理スキーマとは、対象領域について、特定のデータ管理技術を前提として記述される、データモデルである。ただし、特定のデータベース管理製品に依存することなく、例えば関係モデルなら、関係と組 オブジェクトモデルなら、クラス、あるいは XML タグなどを用いて記述する。概念スキーマが実装技術を全く考慮せずに、組織の意味論を記述するのとは対照的である。データベースを作成する場合、論理スキーマを作成した後は、そこから物理スキーマを作成する。物理スキーマ、物理スキーマとは、特定のデータ管理技術の観点で記述されるデータモデルである。 アンシーの4層、スキーマアーキテクチャでは、内部スキーマと呼ぶ。論理スキーマは、データの論理的表現を定義するが、この段階では、具体的にストレージに、データがどのように格納されるかといった部分は、考慮されていない。物理スキーマは、個別のデータベース管理製品におけるデータ格納を、具体的に定義する。アンシー、X3、スパークでは、概念スキーマ。 外部スキーマ、内部スキーマの3層スキーマを用いている。汎用機で用いられることが、多いコボルを開発したコディチルにおいては、副スキーマ、スキーマ、記憶スキーマの3つとしている。ありがとうございます。